韓国の代表的な区であるチェジュ航空は、中部国際空港セントレアに就航する外国航空会社として初めて2019年9月末までにオープン予定の新ターミナルへの移転を決定した。新ターミナルは、バス乗降場や駐車場からとも1から2分と非常に近く、バスや自家用車でのアクセスが便利だ。 鉄道駅から新ターミナルまでは約550メートル、徒歩で約7分となる。道中には動く歩道もあり、セントレアの複合商業施設、フライトオブドリームズでショッピングやお食事を楽しむことも可能。鉄道から、そのまま楽しみながら新ターミナルへアクセスできる。また、チェジュ航空は、 セントレア新ターミナルでファストトラベルを推進し、チェックイン手続きの効率化に努めていく。チェジュ航空は名古屋からソウルへ週16便で運航している。新ターミナルへの移転により、さらに便利になると予想される。